あのね、中学まで私こんなんじゃなかったの。これは芋だな。だから見せたくなかったんじゃん。自分で見せといて。お父さんの転勤で福岡からこっちに来ることになって、クラスでも目立たないグループにいたし、東京じゃダサいって言われて、友達なんかできなくて絶対いじめられると思った。だからいろいろ研究したの。初めてメイクして、おしゃれな美容院に行って髪型変えて、服もファッション雑誌読んで真似して、言葉も特訓して、そしたらこんな風になっちゃった。気に入ってないのかよ今の自分。気に入ってる、すごく好き。だったら何悩んでんだよ、鬱陶しい。どうせ思春期丸出しで、本当の自分はこんなんじゃないとか思ってるんだろう。そうだけど。うざいわ。ひどっ。前がどうだろうと、今のその姿が古賀だよ。きっかけはどうあれ、古賀はなろうと思って努力してそうなったんだろう。うん。で、今の自分は気に入ってるんだよな。それなのに本当の自分じゃないとか、その方がどうかしてるって。なんか悔しい。先輩に言いくるめられたみたいで。